はい、こんにちは、おもつです。勉強をしていく前にですね、ちょっとあるものが届いたので、そちらを開けていこうかなと思います。まあ、あるものというのはですね、こちらの、ライオンさんからちょっともらいました。あ、すげえへこんでるいわゆる株主優待というやつですね。でライオンさんの株を、まあ、100株以上持っていると、そのライオンさんのですね、新しい商品、まあ、新製品みたいなのをこうやっていくつかですね、くれたりします。何が入ってるんでしょうか。これはノニオのタイプスムース、まあ、歯ブラシですね。歯ブラシ入ってました。お、はい、マジカ、チャーミーマジカ一発洗浄スプレー、スプレータイプのマジカ洗剤ですね。こんなのもまああるみたいですね。商品何これ。ウルトラゼロ0.00 らしいです。ウルトラゼロ、ソフランプレミアム消臭なんで、これは何ですか。柔軟剤でいいんですか。あ、で歯磨き入って、歯ブラシ入ってたのもにプラスして、歯磨き粉、歯茎プラスも入ってますね。歯磨き粉とか使わないんですよね。何でしたっけ、リステリンみたいなのは使うんですけど、あんまりこういうのは使わないんですけど、まあせっかくなんでこれで歯磨いていきましょうかね。あ、これ嬉しいですね。ナノックス洗濯用洗剤ですね。高濃度処方、全部無臭化するらしいですね。これ一番嬉しい一番嬉しいです。あと最後、これはキレイキレイ薬用消毒ジェルらしいですね。これ一番いらないですね。あとジェルってどうやってこのドロドロしてるかっていうと、結局高分子ポリマーが入ってるんですよね。でその高分子を手に塗り広げて、やつらは揮発しないので、手のひらに高分子がついた状態になるんですよ。というわけでライオンの優待はこんな感じで6種類入ってました。もう一個、スカイラークさんからも優待が届きました。こちらも開けていきます。まあこれは中身知ってるんですけれど、こんなカードがですね、優待ではもらえます。まあ5000円分のスカイラークで5000円分の食事ができるっていうカードですね。期限も23年の3月31日で、1年間有効なので非常にありがたいですね。まあそんな感じで株主優待の紹介でした。じゃあ今からですね、勉強の方していきたいなと思います。